続いいては3つ目ののポイントでですすす感情や動機を隠す嘘というものですねこれどういうことかっていうと自分の実際の感情とかそのこういう狙いがあってやってるんだよってこういうものを隠すためにわざと違う感情を前に出したりとか。 違うう動機を持って,るっていると嘘つつくというやつですね、まあ、政治家の人とかも結構やったりとかしますけどこの違う感情を偽るこのが結構怖いんですよ。例えば本当は怒ってるんだけどすごく相手をこう優しく扱って喜んでるように見せて相手をこういい気分にさせたところで叩き落とすみたいなこういう自分のこう感情を隠すことによって相手を都合よくコントロールするってやり方ですね。これも、えー、ソシオパスの人がやりがちな嘘になりますね。